さてここからはゲストを招きして注目テーマについてじっくり深掘りしていきますそれで本日のゲストをご紹介しますソニーフィナンシャルグループの執行役員でチーフアナリストの小川真紀さんです小川さん今日もよろしくお願いいたします,ししますさて小川さんと深掘りしていく本日のテーマはこちらになりますジャクソンホール語の ドル円相場ということなんですけど、はい、先週いろいろ本当にイベントフルでしたよね, <laughs> ね <laughs> ジャクソン・ホールがアメリカではありましたと、はいはい、日本では日本でこ,うこの上田さんのこう国会での,まああの発言で、ねね、あったりとかですね、はい、本当にあって、まあ、ちょっとマーケットも円高に動いたりちょっと知ってたんですけど、はい、とりあえず落ち着いたようにも見えるんですけどちょっと改めてパウエルさんとか上田さんの発言についてどう考えればいいか。パウエルル議長はやっぱりそのあのジャクソンホールの,、ねあのこう スピーチ拝見してましたけれどもあのとてもリラックスした雰囲気でですねお話しされていて。 でその時にあのまあ利下げの時が来たっていうか映画のから時が来たですからね。<う> <laughs> 歴史が掛かってますよね。円安の,の予告版みたいな感じでしたけれども <laughs> そういうふうにはっきりおっしゃったってとかやっぱり起きくて、まあインフレがその上昇リスクよりも低下リスクの方が大きくなったんだということをですねご説明されてましたけれども、でこれでいよいよもう9月の利下げっていうのはもう段々ディールというかですねあのいうことになったということが明確になりましたと。うんうん、で一方でその、うん、同じ日の午前でしたねその日本時間ですけれどもあの上田総裁 国会であのお話をされましたということで,でこれはその見通しの角度が高まっていけばという前提付きではありますけれども金融緩和の度合いを調整していくという基本的な姿勢に変わりはありませんこれは7月の末にですねあの行われた金融政策決定会合であの今後まあ淡々と利上げを続けるかのようなあのご発言があったのでそのあと内田副総裁がこれを否定してはいあのまあちょっと落ち着けとマーケットという形になって。 でこの円安になりましたとでそれを今度はまた修正するような格好になって <laughs> で昨日の日比野さんの発言みたいな形になってるんですよねだからそのまあ一応その出口への姿勢をあの前向きな姿勢を示されたとまあいうことですのでまあ今市場はそれで落ち着きどころを探ってるっていうところですねただその日米のあの問題はその金融政策の方向性はですね明確になってるんですねアメリカは利下げ、はい、日銀は利上げです、はい、というわけなんですけれどもその まあこのペースがどのくらいかっていうのもまだわかんないんですよね。だからボラティティは結構高止まりしてまして、あの市場でよくあのこうボラティティを見るときに1ヶ月もののドル円のボラティティというのを見るんですけれども、はいはい、それがまだあのこのようにですね12%台っていうことで足元結構高止まりしてしまっているんですよね。でなのでその一旦これあのご覧いただくようにこの黄色いグラフは シカゴの IMM 市場のですね投機筋の円の持ち高ということでこれものすごく円症と下向きにいってますからその円の売り越しっていうような状態だったんですけどそれが今買い越しまでで来てるんですよねだからほとんどその円売り投機的な円売りっていうのも解消されているんですけれどもこれがその再び こっちの方に行くかと,いうと円売りの方にまた傾くかっていうと円キャリー取引っていうのはボラティリティの高い時っていうのはあまり不向きなのでなかなかそのまた円安がどんどん進むっていうね6月7月のような相場が再来する可能性は低いと。 とといいうことだと思いますよねさてあの、まあ、パウエルさんの「時は来た」はい、のところに戻って、まあ、9月はこれ利下げだなっていう感じになってるわけですけれども、はいはい、ちょっとこの政策金利の見通しっていうのは特にです、ね、私たちの見通し自体はそんなに変わってないんですけれどもただ問題としてはその7月の雇用統計っていうのは確かにアメリカは弱かったんですけれども、うん、あの市場が 急,急にですね突如そのアメリカ景気後退するかもしれないとかっていうサームルールとか持ち出してですね言い始めたというのがあってただその週別のデータとかから見るとですね結構あんまハリケーンの影響とかもあったああの影響があったんじゃないかということで一時的な悪化の可能性はあると思うんですねで。それからそのコンファレンスボードが公表しているその、えー、家計の雇用環境判断 DI というのがありましておうおうこれどうやって見るかっていうと仕事が潤沢 っていうのから、その職者がすが困難という回答ですね。アンケート調査ですけど、うん、これを引いたものというのが。 DI になるわけなんですけれどもあの今徐々にあの緩やかに減速はしているもののまだ仕事が潤沢っていうね上の方にあの傾いているわけなんですよねだからそんなにそのこうものすごく悪いあの雇,用雇用環境がものすごく悪いかっていうそういうわけではないのかなとあのやっぱりその単に労働力に対する需要がですねその減速してるっていうことだけではなくて、うん、えやっぱりその これまで言われてきたようにそのアメリカに対するその移民の流入がものすごくあの大きいわけなのでそれの影響要するに労働力の供給が増えているという面も FF レートのこう見通しなんかを見て,てですね、はい、ここから FMC 年3回,ある3回あるのに、はい、そこのところの見通しとしてはこう4回分の利下げまで織り込むような感じになってきたりしてますけど。 ちょっとですねあのやや利下げを大きく織り込みすぎなんではないかなというふうに思ってましてあの例えば来年末でですねもうあの今5.3%の政策金利3%まで下がるという見通しになってしまってるんですね。はい、で私たちはそのアメリカの経済についてはソフトランディングという見方をしていますので、うん、0.25%ずつ年内は3回。要するに1じゃなくて それから、その来年末では、あの三パーセントまで行かずに三点六ぐらいっていうような見通しをしているんですよね。で、そんなに、その利下げペースは、今織り込まれているほど早くないっていうふうに、市場が見始め。 だとする見始めるとすると今後ですね。そうするとまたドルが買い戻される可能性というのは十分にあるとい。いやそれにしても最近こう市場のこう見方っていうのがものすごくブレが大きいように思いますから、ね、何なんですかね。そうですね。やっぱりこれはですねその過剰流動性というかですねやっぱりそのマネーがあのかなりその溢れている市場にその金余りの状態になっているっていうのが大きいのかなというふうに思ってましてあのー、やっぱりですねそのこれご覧いただくように。 あの各国の日米欧の中銀の資産残高を今ご覧いただいてるんですけれどもまあリーマン・ショックの直前を100として推移を見ますとまあ今アメリカ FRB はその8倍ぐらいですね資産残高が増えてるこれはその資金供給によってこれだけ債権を買ってるわけですからまあ増えてるとまあいうわけなんですよね。でコロナショックの2020年の,あの3月の直前で見てから比較してもその倍ぐらい。 ということなので、ものすごくその資金を供給している中央銀行がそういう状態はまだ続いているっていうわけなんですね。S R F R B と E C B は直近でその Q T と言って量的引き締めに入っていますので、あのそういう意味ではあのちょっと減ってはいるんですけれども、ただまだ結構あの流動性というかその過剰な資金供給の状態というのが あるということであの7月末から8月の頭にかけてですねそのドル円のポジション調整先ほどお示しした IMM の投機、うん、筋のものすごい円売りがこうバーンとこう調整されてるわけですけれどもこれはあの完全にもうこの動きっていうのはポジション調整に過ぎなくって。 あの相場っていうのはこう長期であのトレンドっていうのが形成されるんですけれどもその間に細かいその普通は調整があるわけなんですねはいはいで今回は円キャリー取引っていうのものすごく市場が傾いてそれに注目したのであの一気にそれが増えたっていう形過去最大級まであの円ショートが増えていましたので。 でそういうそのあの状況からもう巻き戻され一気に巻き戻されるっていうとこれだけのマグニチュードがあって相場が大きく動くっていうことになるわけなんですよね。やっぱりりこのの金余りっていうのが陶器筋を通じてその 何か一方向にですね、そのこう相場のテーマを見出して、一気にそっちに傾くと、それが巻き戻される時のこう変動というのはものすごく大きくなると、まあいうわけだというふうに思いますよね。やっぱりこういうあの中央銀行のそのバランスシートこ,これだけ膨らんでいるという時のこうターゲットになりやすいっていうとき、こうリスクをこう取っていくような動きっていうかいうところの一つの現れっていうのが。 やっぱりそういうあの円キャリートレードみたいなところに現れたと見ていいわけですか？そう,すね、そうですね。やっぱりそのこう短期金利のねあのこう格差っていうところにその投機筋が目をつけてでそこにそのどん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 お金を投入していって要するにその短短期のその金利が低い日本のその円を借りてきてそのより高い金利のドルを 買うっていうですね。そういう動きをまあどん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 繰り返していったので、このくらい。もその過去最大級に円ショートが膨らんでしまったというのがまあ,あります。ということなんですよね。で、あのご覧いただくようにですね。22年ぐらいから、このドル円相場がブルーの方で黄色い部分がその。 円のポジション、投機筋による円のポジションをご覧いただいてるんですけど。このようにですね、相関性が非常に高いわけですね。いすねはい、投機筋が円相をどんどん膨らましていくと。まあ、ドル円の方ではこれ逆目もになってますけど、円安の方に向かうという形になっていて。過去を見ますと、これほどあんまりですね、その連動性ないんですよね。今こんなに連動してるということは、投機筋の動き、これもちろんその市場全体ではなくて、あくまで I. M. M. 市場の。あの。 マーケットのその投機筋の動きでしかないんですけれどもこれだけ連動してるということはやっぱりこの 過剰なリスククテイクのっってていいいうううののがやっぱり影響してるるかななというふうに思わざるを得でここにきてあの、まあ、最,近あの最近の本当マーケット全体の大荒れのところで、はいろいろこういうところっていうのがあのポジション一旦解消に向かってるのかなという感じも進みますけれども、まあ、ちょっとこれを踏まえてですねここから先のことをどういうふうに見ていくかという方を伺いたいんですけども、はい、先ほどおっしゃいましたように IMF のこうネットのポジションみたいなものがこのドル円みたいなところの連動性がものすごく高いいう、はい。 ということになると我々のこう教科書的に言うとですね日米の金利差みたいなのが一番連動するものじゃないかと思ってたんですけど、はい、そこはちょっと違う状態がここまで続いてきてます、はい。そうですね今年特に違っていましたよね通常であればあの日米の実質金利差ですねその名目の10年債利り回りからその期待インフレ率を除いた実質金利というものの日米の格差とドル円相場ってものすごく連動性が高かったわけですね、うん、これはあの経済的に見てもそうだろうなとこれ長期的にもかなりあの連動 これブルーの方が日米の実質金利差でドル円相場が黄色い方だけどここをご覧いただくとかなりこのギャップが生まれているとこれはこ,うここまでのこう動きを見てみてもすうようなそうですね24年に入ってからですね、はい、あの金利差はアメリカのです、ね、景気減速を見込んでっていうことで徐々に縮まっていたにもかかわらずむしろそのドル円は円安がガンガン進んでいると。 まあいいうう状態になったということなんです、ね、これはまさにその先ほど来お話ししている円キャリー取引ですね投機筋の円キャリー取引の動きこれはあの短期金利差を見てますので彼らはこれはあの実際の,その景気のに連動するようなその長期金利で見ていますからだから長期的にはこっちの方が連動性が高いんですけど今年は割と 短い期間ではありますがこれだけ離れてしまったというのはやっぱりあの金余り、じゃぶじゃぶの金余りでそういうマネーが円キャリー取引にすごい勢いで向かったのでここれれだだけ離れてしまったととという思す先ほどお話があったように、はい、この円キャリートレードを行うにはこの市場環境というのは、はい、こういうボラティティなんかの面では今ちょっと厳しい状態になっているそうですね。 今年の7月ぐらいが一番低いところで、あの一ヶ月ワンマンスものですね。一ヶ月もののそのボラドレーンのボラティリティっていうのは7%ぐらいまで下がったんですよね。結構低かったんですけれども、これが今その12%台。 とというこでですのでうん、うん、今年の年初来の平均が9.2%ぐらいですからそれを大きく上回って今ボラは高い状態なんですよね変動が。という中でちょっとここのところの異常なこういう何かしらこういう IMF ポジションにコーで引っ張られるようなところから今はそれが割と あの標準的なところに戻ってきてる、ね、ということになるんでしょうか、ね、そうですね、一旦ポジションも,も,うも,うもう解消すててる、先日の,その急激な円高で、もう解消せざるを得なくなっちゃったというとことなで,で,で先ほどの日米実質金利差とそれと為替の関係で言っても、はい、割とそういう標準的な水準に戻ってきてるというのが。 今の現状そうですね今の現状で先ほどの、はい、これですねあの今ですとやっぱりこれだけ離れていたのが今先日のドル円の急落円高ドル安でもって今その実質金利日米実質金利差から見たドル円の適正水準のあたりというところにドル円相場がちょっと戻ってきたような格好になっていますのでこれで一旦相場はリセットされましたのでリセットされてリセットされましたのでここから先は 本当にそのアメリカの景気がどうなるのか、うん、インフレがどうなるのか金融政策どうなるのかというところで動くその日米の実質金利差日本の 日本の政策金利もまだよくわからないどのくらいのペースで利上げするのかもわからないというところですけれどもそれを経済指標を見ながらですねこう,いう日米実質金利差が動いていく中でこれに沿ってドル円相場が動いていくようなこうかつてのこの動きにですね戻っていくのではないかなとまだそれ言い切れないですけれども今の段階では <laughs> ちょうどポジション調整が終わった辺たりですのでただこれからはそういうふうにこちらの動きに戻っていくのではないかなというふうには思いますね。さてそういうい 中であと3分ぐらいありますので、はい、ここからのことをですね、はい、こういうさてリセットされましたと、はい、ここからどういうふうにドル円とかですねこう見ていけばいいのかちょっとヒントをいただけますすかそうですねあの日米の実質金利差の私たちの予想を まあ要するにインフレがこれからどうなるかあのそれからアメリカの長期金利10年債がどうなるかとかっていうところでえ算出しますとですね今年の年末でだいたい142円ぐらい円。円というふうに見ています。これとからふうに来年の三末という形でその四半期ごとの,ねあの月,月末のですね予想レートになっているんですけれどもこういうふうにですね一旦円高にいくもののまあ来年は そのアメリカが利下げしていきますので今度は景気が少し回復するということで直近の下げも止まって徐々にまたそのドル高円安の方に向かうのではないかという,こう,いうですねあの V の字みたいなグラフを書いていますが動きは大変緩やかになっていますけれどもこんなにきれいにはいかないと思うんですね。 なぜならばその今ボラティティが12パーセントって申しましたけれども結構ボラティティが高い変動が激しいしかもその金融政策もまだ日米ともにどのくらいのペースで変えていくのかわからないし、かつ11月にアメリカの大統領選がありま大統領選があるんですよね。そうなんですね。でまたトランプショックとかって言ってですねあのこう急激に相場が動いたりするリスクもありますということで考えると。 こう一応、月末時点のレートをこういうふうに振ってますけれども予想を出してますけれどもこんなに美しくはいかないのではないかとだからその間には138円ぐらいまで円高にいくリスクもありますしそのあとそのトランプショックとか分からないですけれどもそのアメリカの大統領選次第では再び150円超えていく可能性だって十分にあると。 まあいうことだとだ思いますねあのこういう大統領選に絡んでいうともうあのほぼ虎と言われた時期からまた戻もし虎に戻ってるんだろうとは思いますけれどもそれにしてもこういう例えばトランプさんがこういう何かしたインフレ的な政策を取ってくるんじゃないかとかあのまあじゃあ民主党はどうなんだろうかとかいうところで言うとまだまだマーケットは マーケットはまだはいまあハリスさんもものすごくね家畜の勢いであの追い上げているような状態ですので今本当にその僅差でどちらがなるか分からない状態ではありますけれども政策的にはトランプさんの方があの結構その触れが激しい形になると思うんですね。うん、ドリアスがいいって言ってて言みたり あ,のあるいはインフレ政策ですよねかなりインフレ的な政策をばらまきをしますのでかといってハリスさんでインフレにならないかというとあの民主党も割と政策としてはきっぽいです,あます、ね、そうですね中間層を強くするといって、うん、中間層低所,所得者層への厚い手厚い保護ということになりますからやっぱりあの財政は出していくような格好になりますよね。ということでいうと、まあ、マグニチュードの差はあれどまあ あのやや来年はドル高の方向にちょっと触れていく可能性は高いのかなという感じだと思いますね。というところでここから年後半から来年にかけてもこの日米ともに非常にこういう金融政策の動きも要注目ですし、はい、それによってはいろいろ為替だあるいはまあ経済そのものだあるいは 株だというところへの影響っていうのをちょっと注意していかなくちゃいけないということになるかもしれません、ね、今日はここまでソニーフィナンシャルグループの執行役員でチーフアナリストの小川真紀さんにお話を伺いました小川さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました